平田直也は日本のメモリーアスリート、指導者、メモリースポーツ元日本チャンピオン、渋谷教育学園渋谷高等学校、一橋大学小学部卒業、ブレインスポーツアカデミー所属。高校時代はクイズプレイヤーとして活動し、全国高等学校クイズ選手権にも出場した。一橋大学への進学後、クイズへの一助として記憶力競技を始める。 競技歴10ヶ月で出場した第13回記憶力日本選手権大会では総合準優勝を果たす。2017年から2019年までジャパンオープン記憶力選手権で3連覇。対戦形式のジャパン MLC2018 で優勝。その他多くの大会で優勝している。2019年オンライン記憶力競技サイトメモリーリーグで世界ランキング1位となる。 香港や韓国などの国外の大会にも定期的に参加し、様々な日本記録も多く保持している。2017年4月よりビースサにて、記憶実講師として指導を始める。2020年3月、一橋大学小学部を成績優秀者で、卒業以後騎士の平田智也は2位。メモリースポーツ元日本チャンピオンの青木健とは、指定関係にある。ディズニーファンであることが、 未来モンスターの番組内で紹介された。第13回出版甲子園、決勝大会ファイナリストになったことが、きっかけとなり、世界最強記憶術場所法の書籍出版に至った。メモリースポーツの大会での、主な成績、平田直也、ブレーンスポーツアカデミー公式ホームページなんでも、覚える。本日、一橋大学を卒業しました。 成績優秀者に選ばれたのでとても嬉しいです。3割くらい、記憶術のおかげです。混沌とした、この世界を、確かな切り口で捉えられる一つの視点を手に入れました。大学で好きな学問を収められて本当に良かった。ありがとうございました。ツイッターより2020年10月22日閲覧。AB、もしもし隣の一橋星、記憶力選手権優勝。 平田直也さん。在居新聞。http コロンスラッシュスラッシュ hit-press.org スラッシュプロジェクツスラッシュ11442020年8月16日閲覧。何でも覚える。本日、一橋大学を卒業しました。成績優秀者に選ばれたのでとても嬉しいです。三割くらい、記憶術のおかげです。混沌とした。 この世界を確かな切り口で捉えられる一つの視点を手に入れました。大学で好きな学問を収められて本当に良かった。ありがとうございました。ツイッターより2020年10月22日閲覧。若手騎士以後、なんか、今度、記憶の大会があるみたいです。そこの選手紹介がかっこいい騎士のプロフィールも、こんな感じにするのもありですね。写真は、 弟です笑い。ツイッターより2020年10月17日閲覧。ありがとうございます。